え？いや、えっと、時代。ああ。課金するから入れてほしい。 PV の質がどんどん上がっていくよね。てか片手剣スタイルといい、セスのチャージアックスといい、モンハンでしか見られないと思ってた時は外で見られるのめっちゃ嬉しい。防御もできて敵も集められてデバフもかけられるなんてマジ最高だと思う。シーザー片手剣にしたら本当にホヤバーさん大正解だよね。小さい女の子が大きい武器持つってパターンは昔からかなり好きだったんだけどさ、でかい武器振り回して暴れ回りそうな見た目からさ、めちゃくちゃ真っ当な片手剣と盾っていう組み合わせがマジ正引きだった。あとね、拙者ねガードしたら衝撃を伝えるアクションめっちゃ大好き侍なんですけど、助かり申したがして。あと BGM神だよね。アクションもすごいけど毎回目に入ってくる太ももの絶対領域がやばいわ。めっちゃ喋るんだけどね。あれ今オタクすぎた俺。すごいんですけど、俺こんな喋る人だったんだ。こいつらってさ、無法者感出してるけどさ、ちゃんと書類出してお仕事してますよっていう許可もらって仕事してんだよ。全然こいつら悪いやつじゃないって知ってた。本当に全然この人らこんな見た目なんですけど、最近末感出てるんですけど。はい、こんばんは、犬猫です。ということで、ゼンゼロの新キャラの情報が出たらしいじゃないですか。どれだけ楽しみにしていたか。この配信をするためだけにしこたまたまった動画編集をすべて終わらし、やっと配信できるよ、ゼンゼロ配信。てかさ、言われたんだけどコメントで、お前ゼンゼロガチャだけやってそんなやってねえだろって。お前見てみ、レベル50キャラが7体以上だよ。一番今使ってるジェーン・ドゥーなんかレベル60マックス、装備のレベルもマックス、ディスクドライバーのレベルも全部マックス。 SSSSS ハマってる？いや、ハマってはないです。全然ハマってねえから。ハマってんのかな俺、わかんないわ。ハマってるかまだわかんないです。信頼イベントもパッコリ毎日やってるんで、大体、はい、大体もう信頼マックスですね。ムービー見ますか。俺みんなと PV 見るの好きだから、そのためだけにつけたよ今日の配信。郊外 PR 動画、たまには出かけよう。ドーンの男キャラいるやん。あんまいないもんね、ゼンゼロまだ。てか、いい男キャラが導入されることによって女性のね、視聴者が増えるやんね。それでね、俺の視聴者にもなってくれやんかな。すいません、下心しかありませんでした。見てみるか、じゃあこれ。おい、俺がまた転職したいのがバレちゃ、え、めっちゃセーブ劇。新エリートの淀んだ空気とは大違いだ。なんてこと言うねんお前。自由の香りさ。誰してんだろう。郊外へようこそ。一流ビジネスマン必見のブルーオーシャンな投資。就職させてください。当方無職です。雄大な大地にはかわいい希少な9文明の燃料資源がどっさり。いつの時代これ。おっと、あーかっこいい。すっごい世紀末な装備なんだね。とても情熱的だな。え、手から炎が出るタイプのイケメン。ああ、自主規制、可愛い顔して。訪れる者を歓迎しもてなすいい土地だ。気候は穏やかで平和そのもの。素敵なご近所さん、豊かな人影だ。え、可愛い。キャハハハって。え、無邪気すぎやろ今のシーン。ここ怖すぎん。笑顔でトカゲ追いかけ回してんの。かわいいカラス。カラスに持ってかれてんじゃん。あの詐欺師どもまたやってんのか。呆れた。郊外を知らないにも程があります。あ、詐欺師視点だったんだ。てかお嬢様口調めっちゃいいな。これ一番良くない？まだ1個しか見てないのにね、俺。これ何？極限以来、2024ゼンレスゾーンゼロ DJ ステージ。DJ 見れんの？わーえ、何これ？え、本当にやったの？なんで招待してくれないんですか、ホヨバースさん。おー急に陽キャ！おー楽しい。まあでもダメだ。陽キャしかいない。ダメだ。見てるだけで酔いそう。いいね。ふぅー。え、こんなのも出してくれんの。 PV あるじゃん、バージョン 1.2 ツールドインフェルノ。ピズリーチ。おい、俺がいろんな職探し。テレビの前にラジオの前、それに会場にいる熱き燃料バカたち。はーい、誰？
BGM よくね。わあ、可愛い。イカついモキ持ってんのいいよな、可愛い女の子が。ツールドインフェルノ？レースってこと？うわ、これストーリーかな。レース、スタート。ちゃんと自己紹介しとこう。俺らはアリドーンの子。俺様はここのドン。シーザー、いいよなガチで。なんかビジュアル見た時にそんなかなって思ったけど、動いてんのかっこいい。片手剣いいね。え、本当にいいじゃん。この子も超かわいい。火炎放射器使うんだ、武器で。絶対異常キャラ。うわあ、太ももが江戸時代。え、強くね。なんかスプラトゥーンの武器にあったよね、こんなん。警告、エーテル濃度の急激な上昇が検出されました。うわ、敵キャラのオーナーもかっこよさそう。特に時代から見捨てられてるんだよ。ジェーンドゥの時の敵キャラね、なんかすごいポーズだったから。リーダーのいない郊外に。うわ、めっちゃイケメンそう。打ち立てられる。僕の指先一つで動く王国をな。ここに来たのは。うわあ、カリドーンパーティー好きだな。絶対編成しよう。カリドーンだけで。いや、シーザーがね、責任感強くてなんかするんだろうな。見た目よ。え、めっちゃ可愛い。エレンとか、まあ、シュエには勝てやんなって思ってたけどさ。バーニス、かわいいな。一番かわいい。あ、温度器だ。盲信する牙。モンハンのクエスト名かな。あれじゃん。ドスファンゴのクエスト名。あ、最新ポップ。強いんだろうな、こんな見た目して。え？おい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 。拷問器具やん。あー、新しいミニゲーム。絶対また上位 1% 取ろう。俺、全ミニゲーム、世界の上位 1% なんだよね。報酬2倍イベント期間中。助かる。毎日毎日バッテリーを消費しえろ消費しえろ。絶対集まらないんだから素材。素材マジ助かるけどさ、一個だけ本当にみんな思ってんのがさ、要警戒外素材だけガチで集まらん。あれなんで週に3回しかチャレンジできないんだろう。でもあれがあるからこそ俺たちは飽きないんだけどね。なんで素材全然集まらねえんだよってもう文句言いながら毎日やっちゃうんだから。あ、実践紹介もある。これまたあれでしょ、実践紹介とか言いながら。全部あれでしょ、映像でしょ。こっちが本当の実践紹介かな。はい、またエッチなムービー流れんじゃね。おう、絶対領域。どこ見てんだよ。バレバレだった。俺が太ももとおパパアイ見てんのがバレバレだった。やばいな、こいつお胸に爆弾つけてんの、スイカつけてる。てか今の周敵やばくない、敵集めながら攻撃してんの。パリーだ、ジャストパリー。うわ、いいな、絶対強いんだろうな。それ以上はでかくねえ。いく。あはははは、早すぎ。最後のセリフもいいな。我あるとこ、すなわち決まらない。本当の実践紹介。あ、カメさん。あらららら。こいつらってさ、無法物感出してるけどさ、前のイベントやった人分かると思うけど、ちゃんと書類出してお仕事してますよっていう許可もらって仕事してんだよ。全然こいつら悪いやつじゃないって知ってた。真面目キャラたちなんだよね。ちゃんと仕事してるんだよね、これ。 BGM かっこよー。なにこれ、シャウトいいな。うますぎだろお前、バイクかっこいい。うわあ。早くお迎えしたいな、男キャラ。かわいいもん。ムービー作る天才か、 BGM もやばいんじゃない。演出と
すごっ。何言ってるか分かんないけどみんな多分なんかコールドレインのバンドみたい。うわーかっこいい。すごい。本当にこれ PV じゃん。 PV か。これいいな。え、絶対使おう。たとえこいつが超弱くても使うわ。プルンって課金確定だな、もうこれ。え、まだあんの？え、まだあるやん。え？え？どっちだい？しかもなんだ土足で。え？いいだろ、こんなしかいない。あのいい匂いのシャンプー、もう一回貸せよ。え？入れない。私のような淑女性。いや、見えないからこそいいんだよね、これ。おーい、マジかよこれ。課金するから入れてほしい。 PV の質がどんどん上がっていくよね。てか片手剣スタイルといい、セスのチャージアックスといい、モンハンでしか見られないと思ってた武器は外で見られるのめっちゃ嬉しい。防御もできて敵も集められて、デバフかけられるなんてマジ最高だと思う。シーザーを片手剣にしたら本当にホヤバーさん大正解だよね。小さい女の子が大きい武器持つってパターンは昔からかなり好きだったんだけどさ、でかい武器振り回して暴れ回りそうな見た目からさ、めちゃくちゃ真っ当な片手剣と盾っていう組み合わせがマジ正式だった。あとね、拙者ね、ガードしたら衝撃を伝えるアクションめっちゃ大好き侍なんですけど、助かり申した感じで。あと BGM 神だよね。アクションもすごいけど、毎回目に入ってくる太ももの絶対領域がやばい。めっちゃ喋るんだけどね。あれ今オタクすぎた俺。すごいんですけど、俺こんな喋る人だったんだ。びっくり。新たな新発見。え、待って、そういえばさ、今日トレンド入りしてたよね、X で。これこの人人ったよね。えロてか、やっと逮捕ロロッカ来たよね。てかでかすぎだろガチで。しかもミニスカ。マジで待ってましたと言うしかない。ついに対ホロロッカ来たね。みやび様も来るだろうから待ちきれないわガチで。今までメガネキャラってそんなだったけどさ、やピンク髪とメガネの組み合わせここまで良くなるんだよね。電気強行じゃなくて異常か。やっぱみやびちゃんが強行になるってこと。やっぱでっかいおパパパパパパお姉さん好きだな俺で。なんて、いやでっかいお姉さんね。なんて読むんだろう。砂色の旋律。ジョリージョニーのニュースタイム出た。またジョリージョニー。かわいい。リサイクル工場がホローに飲まれ、500人が首の想定だ。町は高齢化、そういった復旧の見通しも。バリ悲しいニュースやん。おー、思って高く売れると思ったのにな。はぁ、あ、頑張ってホローから引きずり出したのに、ガラッタか。ちょっと治安悪いんだね。え、シーザーの姉ちゃん。こいつが何か知ってっか。なんか不穏な音。親父、なんでここには何もねえんだ。誰の声だろう。岩ころ、動かないポンプ。シーザーの過去編かな。ダメな大人と郊外の仲良しサイン。どれにそう。バカ絞れた。仲良しサインやめて。かわいい。何かわかるか。昔からこんな可愛かったんかい。ピアノだっけか。金にならない方の木だ。まあそうだな。めちゃくちゃ荒くれ者やん。木でできてんのに。ピアノの嬢ちゃん、町から来たんか。借金こさえて夜逃げだろ。嬢ちゃん、お屋敷に帰んな。これあれじゃね。おい、無理すんなお嬢様。ルーシーじゃない。郊外に何期待してたか知らねえが、家まで送ってやっても。うまーピアノ。え、なんで来たんだろうね、郊外。うんま。そのピアノっつうのむずいのか。ハマってんじゃん。さあ今週のニュースだよ。お相手はジョリー・ジョニー。広場が騒がしいね。弾けるようになってるし。教えてもらったんだ。おい、なんかめっちゃエモいやっけ。確かに想像とは違いましたわ。でも音楽があるならそう捨てたものではなくて。え、この子のエピソード超気になるんだけど。何もないように見えるが、郊外は人々がホローから奪い返した
希望の地だ。名言ですこれ。希望の地、捨てたもんじゃないね。人が破滅の淵から取り返した自由の魂。なんか泣けてくるんだけど。だから何もねえなんてことはね。わあ、すげえや。姉ちゃん、俺にも弾けるかな。教えてやる。ツールドインフェルノの後でな。おい、バリー話やんけ。最初何もねえ場所とか言ってたのに、子供の時は人が破滅の淵から取り返した自由の魂なんだ。よくこんな言葉思いつくね。もう俺ね、絶対すり抜けたらこのピアノシーン流す。次のガチャですり抜けたら。すり抜けってのはな、俺自課金者が運営から奪われた絶望の瞬間なんだって。